ロバ・アンドリー・ムブラもその中の一つです。現地ではただの遺跡、ただの観光地になっています。JSB さんことユキオ、雪を山川さんよりこんなメールが届きました。マダガスカル島の中央部に円形の遺跡があります。そしてその東端部には平たくて丸い大きな石の扉があります。 ジンバブエのグレートエンクロージャーから青い線を引くと遺跡の中央を通過しています。比較的新しい遺跡かもしれません。高い丘の上の位置にあるようですが、貯水遺跡ではないようです。で、私、林博士は早速調べてみることにしました。広し林、浜松市、ティジャパン。 えー、それでは皆さんを、えー、マダガスカル島のアンドリア・ムーボーラに案内します。えー、マダガスカル島と言いましてもですね、全長1400キロ、日本の本州が1200キロですから、200キロほどマダガスカル島の方が長いということになります。これがアンドリア・ムーボーラです。まあ丘の上にあるということですね。で、これがまあ、あの、現地では私が調べましたところ、まあ遺跡イコールまあ観光地程度にしか知られていないようですね。えー まあ、で、その当端に JSP さんことを、えー、ゆ山かさんによりますと、ここに、まあ、ディスクドアがあると。えー、カッパ時計にも同じようなドアがありますね。で、これはあ、グレートジンバブエです。そのジンバブエの、えー、南東部にですね、えー、このグレートエンクロージャーっていうのがあります。で、このグレートエンクロージャーはですね、高さが11メートル。で、この壁の下の厚さがですね、6メートルもあるそうです。 で、これを、このグレートジンバベエのこのグレートエンクロージャーについては、えー、奴隷の収容所であったと私は判断しています。で、これはグレートジンバベエですね。そしてそのグレートジンバベエからアンドリア・ムーボーラの方に線を引いています。で、これはまあ、それを両方繋いだ線ですけども、このブルーの線を合わせてみますと、そのブルーの線がですね、アンドリア・ムーボーラの、まあ、いわゆる、なんて言いますか、中心部を横切っているってことですね。まあ、そのアンドリア・ムーボーラの方向がですね、グレートジンバブエの方を向いているとい で、ももいいのかもしれませんでその二つを比較しています。で、グレートジンバブエと、それからアンドリア・ムーボラの、まあ、並べてみました。大きさはかなり違いますけどもね。あの、アンドリア・ムーボラの方が大きいです。で、ただ作り方のコンセプトが大変よく似てるってことですね。えー、ずっと演習で囲んで、そして中にですね、まあ、収容収容所的なですね、まあ、部屋、各部屋に分かれているってことですね。で、まあ、見ていただくとわかりますようになってますがコンセプトが同じだということです。 えー、ただ、あの、グレートジンバブエは塀を建てて、まあ、作ってあるし。それに対して、アンドリア・ムーボラの方はですね、岩に掘り、岩盤に掘り込んで作ってあるってことですね。岩盤って言いますか、大地にね。で、まあ、そして、細い通路がで、なが、なってるってことですね。グレートエンクロージャーの方も細い通路、本当に人が一人走る、歩けるかどうかという程度の細い通路があ,あちこちにあります。で、アンドリア・ムーボラの方もですね、まあ、 1>, その1人というわけではありませんけれども、まあ、同じような作りだと。ですから、えー、左の方を凸型とするならば、右の方は大型ということになります。同じようなコンセプトでですね、ペルーのモレー、それとあの日本の前方後園風との関係が指摘、えーまあ、私は指摘しました。これは BK 直美さんという方が、ね、あの教えてくださったんですけども、このモレー、ペルーにあるモレーは、ね、日本の前方後園風の大型ではないかと。 事実そのとりだと思いますね。これもあの、カレンダーです。それから日本の前方公円墳も、基本的には天文観測所、イコールカレンダーとして機能していました。それをまあ、簡単に説明しますと、左が大型、右が凸型ということになります。で、大型がペルーのモレーということになり、凸型が日本の前方公円墳ということになるわけですね。で、左の方は13段になってまして、ちょうどなってますか。28個ずつ、え、石を置きますと、ちょうどその1年の日数に指摘するわけです。 対印歴。右の方も、歯庭を並べて、カレンダーとして使っていたと私は判断しています。で、もう一つ忘れてならないのは、このフェルヌクパンなんですね。ここにフェルヌクパンというまあ奇妙なあの、いわゆる、まあ、乾燥地帯、まあ、というか砂漠がありますが、で、ここを見ていただいたんですけども、この、このくるくるっとした螺旋模様は、私は証拠隠滅のために誰かが引いた螺旋模様だと考えています。その合間を塗ってですね、このような直線が見られます。 で、2006年にはなかったんで、確かにあの、それ以後に円形マークが書かれる、螺旋模様が書かれた、書かれたと思います。この右から黄色い線がですね、アンドリアム、ムボラから引いてきた線です。その線と、ここで、まあ、綺麗に並ぶんです。なあち、こうした直線はですね、それぞれの、いわゆる重要な拠点に示す直線と考えています。えー、ペルーのマ,マチュピッツ、それから、 ティオティ和歌へのラインもあります。で、検証しています。これが、あの、現地の、まあ、あの、一番になってますか、長文のですね、案内所ですけども、いろいろこう、文字を読んでみたんですけども、まあ、ただの遺跡である。あるいは、あの、観光案内はたくさん出てますけどもね、それ以上のことはわかりませんでした。現地でも研究が進んでないものと思われます。で、この丘の上にアンドリアムーブラがあるんですけども、ムーブラがあるんですけども、よく見ていただきますと、これに溝が切ってあるんですね。 で、これはあの、川の溝ではないんですよね。あの、丘の斜面をやや上がったようなところもありますから。それかあの、不自然な溝なんですね。そしてその溝がですね、このような谷間になっているということですね。で、これはあの、なんて言いますか、まあ、わかりやすく言えば人間が一度ここに入りますとですね、もう外へは出られないという通路なんですね。そして、まあ、こうした石もあって、石組もあってという、まあ、実にこう、意味のある、ありそうな遺跡だということです。それでもこうの方に、円形の、あ まあ、いわゆるディスクドアが見えますね。で、これをぐるぐるっと回してドアを閉めたら開けたりしてたものと思われます。で、私の結論はですね、まあ、事実をもう一度並べてみると、まあ、わかると思います。これがグレートエンクロージャーです。これはあの、奴隷の収容所と私は判断しました。そして右が、えー、アンドリア・ムーボーラーですね。で、同じ作り方が大変よく似ているということです。そして、その、えー、グレートエンクロージャーからアンドリア・ムーボーラーに線引きますと、その直線がですね、えー ご覧になった通り、アンドリアムーボラのその形をですね、二、まあ、つに割っていると。そういう感じがしますね。で、方向を示していると。そして、えー、フェルニックパーンにはそのアンドリアムーボラの方向を示す直線があると。ラインがあると。関係があるわけですね。ですから、まあ、あの、ここはあの、辺たりはですね、南易30度、それからティオィアカに対して120度の位置にあります。で、この谷間がですね、私は奴隷の、まあ、あの、奴隷をですね、こうして まあ、あの、連れてね。そして、まあ、労力、労働力として使って、ためのね、労働を収容していたとこと考えても、なんだおかしくはないのではないでしょうか。まあ、あの、これからもう少し精査してみますけども、まあ、マダガスカルには何かがあるということですね。そして、このマダガスカルの、この、いわゆるアンドリア・ムーボーラはですね、奴隷収容所の可能性が大変高くなりました。今はこの程度にして、ペンディングにしておきます。えー、さて何でしょう。さあ、皆さんの判断はいかがでしょうか ということで、まあ今日はこれで失礼します。どうもありがとうございました。Thank you very much for watching and bye for now.